屋の着物着方教室、佐久間です。今回は名古屋帯を使って青い結び結んでみようと思います。この青い結びのいいとこは、上にかぶせがあるとこと、ちょっとね、お持ちの帯の長さによって結び方変えるだけで、どなたにでもこの青い結びの形作っていただくことできるんですね。この後の実践編では、そのどこを調整したらお持ちの帯でできるかなっていうとこも、今回はね、じっくりとご説明していますよ。聞きながらやってくださると、皆さんにこの結び方できると思います。そしてね、背中がすっきりしてますので、ちょっと背中に意識を持っていって、姿勢よくというね、気持ちにもなると思います。ぜひチャレンジしてみてくださいね。必ず結べますよ。それでは青い結び結んでまいります。帯板の中心にクリップ一つからスタートをしていきます。手先の長さを測っていきましょう。今日の青い結び、少しね、上にかぶせを作りますので、基本の55センチに約一手を足していきます。足したとこを真ん中のクリップ、手先を折り上げて右の肩に預けておきましょう。左手で帯を背中まで、右手で迎えに行ってその場で回ります。ご自分が回りながら帯を巻きつけていきますよ。左手はそのまま、右手は手先の外側、じわっと空気を抜いていきます。引き締めるというよりも空気を抜くという感覚ですよ。2回目の引き締めは手が変わります。右手が帯の下、手にかぶせておきましょう。左手は指先で帯の下線触りながら、揃ってるかなと確認しながら背中です。内側の1枚をつまんだら、また空気を抜いていきます。左手で右脇まで迎えに行って沿わせてきたら、手先を下ろしましょう。一番最初のクリップ見えてきますよ。右手で取って下に移動です。おへそと脇の間で止めておきます。このクリップで止めると両手離して大丈夫なんです。手先を左脇に移動したら裏返し、一番元のとこをきれいに開きましょう。そして左から上に重ねて半分折り、手先を細くしていきますよ。一番上、折りきれないとこは帯板と帯の間に戻しておきます。今日の青い結び、手先結びをしていきますけども、この垂れ、太いままではぐちゃぐちゃっとシワシワになりますよね。クリップのとこから折り上げて帯幅を狭く、手先を上に重ねたら一結びです。抜き切って横にじわーっと締めていきます。締めたら右手で持ってるのが手先、まっすぐ立てておきます。手先の元を広げておきますよ。ここで葵の飾りを作っていきます。登場するのはお気楽屋のオリジナルお気楽バンドです。今日はお太鼓を作ったりするのではなく、仮紐の代わりに使っていきます。後ろでマジックテープをちょんと留めておきます。この時にこの飾り、今何気なくしました。長さが違いますよね。できれば下の輪になった方が少し長くなるようにしてください。後で理由が分かってきますよ。残ってるのは垂れだけです。半分折りに自然になってますので、軽く手を伸ばした位置、下の1枚を右側から少し出していきます。少しというのは 1.5 センチから2センチぐらいです。これも帯の長さによって調整をしましょう。心配な方は先ほどのクリップで留めておいても大丈夫。帯が一回結んでみて短かったわって言われる方は、このたまりの部分を短くします。私のように少し長さがある人は、手いっぱい伸ばした位置でタックを取るようにしてください。片ひざの位置に、これもオリジナルコンビネーションです、入れていきます。そして帯山作ったら、先ほどのお気楽バンドに重ねるように手先の下に入れていきましょう。はい、後ろに持っていきます。ここで結んでおきます。後でね、結び替えていきましょう。帯の
の中、先ほどちょんと落としたこの帯だまり、あまりぐちゃぐちゃっとしていると形に響いてきますので、帯の中で少し整えてフラットにしておきます。先ほど長さ違えてたのに、ほらほら一緒になりましたよね。下のお太鼓をぐっと持ち上げることによって長さが変わってきますので、ここ最初は輪の部分が長く整えておいてください。もうこれで形を作っていきます。帯締めで形を作っていきます。残りの垂れが短い方は外掛けにして、帯締めから下20センチぐらいにしましょう。そしてこのまましっかりと持ち上げてくると垂れ先ちょうどいい長さになってきます。私のように少し長い人は外掛けではなく内側に入れていきます。この時も上から二手ぐらいの位置ですよ。そして先ほどと同様、垂れ先が20センチぐらいになるように内側に上げていきます。そしてズズズズズッと引き上げてきます。後ろで仮結びです。一回結びますよ。ここで結んだら右と左を持ち替えて差し込んでおきましょう。形を作っていきます。垂れ長すぎたなって言われる方はここで引き上げましょう。短い人は引き出していきます。はい、これで回していきましょう。右のお袖を上げたら左脇、はい、持ち上げてスルスルスルと回したら、コンビネーションの結び目がだいたい真ん中に来るように、一番最初のお気楽バンド、マジックテープのところを持ってもうこのまま入れてしまいます。入れてしまうんですけども、紐じゃないですからね、胸元がすごく楽です。そしてコンビネーション結び替えていきます。コンビネーションを使うといいとこはもう綺麗な幅が出来上がってますから、先ほど入れた仮紐の代わりのお気楽バンドがほら見えるっていうことがね、ほとんどないんですね。ここね、お気楽バンドのコンビネーションのいい点ですよ。お気楽屋のホームページには柄の違うコンビネーションたくさんありますので、お持ちの着物に合うものぜひね、何種類か持っていろいろ付け替えてみてください。はい、金目を作ったらちょんと置いて余ったとこを入れていきましょう。もうね、出るとこも綺麗ですよね。この幅にしなくっちゃいけないというね、考えることが少なくなります。はい、帯締めです。長さを整えてたるみを押していきましょう。今日は平の帯締めですから、のしめ結びをしていきましょう。ご自分の右手に来た方だけを動かすというね、とこを覚えていただくと簡単にできます。のしめ結びのいい点は金目のキワキワまで揃うというとこです。おはしゃりの空気を左右に抜いて、はい、後ろの垂れの長さ短かったなと思ったらここで出してもらって大丈夫ですよ。これで青い結び出来上がりです。お持ちの名古屋帯の長さによって、先ほどお伝えしたように長さを調整しながらチャレンジしてみてください。フラットでも、ちょっと中のたまりを表に出してボリュームを出しても楽しい結び方、どちらでもできますよ。チャレンジしてくださいね。お気楽屋の着物着方教室でした。